なんか悪いところありますか？ え、ループ？いや。注射はしません。ニューギフトありがとう。専門外なのでダメです。できない。アンナちゃんに借りました。またさんハートありがとう。そう、アンナちゃんに借りた。どこか悪いところ ありますか？ うん、まなちゃん好き。どこですかね？ どこが悪いんですか、皆さん。スクショタイム？いいの？どうしたらいい？どこが悪いとかありますか？ なんか どうしたらいい？ そう、アナちゃん。ゆるくありがとう、かわいい人。頭ですか？うん、それは治らないですね。ずんごさん、かわいい人ありがとう。そう、今日はほくろを描きました。かわいい人ありがとう。皆さん、いろんなところが悪いそうで、直せませんね。直せません。みんな悪いから。あ、かわいい。ギフトありがとう。時々ありがとう。レトロナースです。はい。はい。ニアナゴありがとう。看護？しません。嫌 でーす。顔？そりゃ赤くなりますわ。可愛いギフトありがとう。なんかもうちょっと遠目の方がどうしたら見えますか？下ジャージじゃないですよ。可愛い人ありがとう。昨日までです、反抗期は。今日は治療しに来ました。なんか大丈夫ですか？皆さん大丈夫ですか？治療されたいですか？なんかありますか？でもツンツンでいいですね。
大体判明？ダメだよそれは。になっていいでしょうか？嫌です。ならないでください。嫌です。やだやだ、ならないで。はい、もらい済み。確かに。反抗期なので嫌です。なんかどうしたらいいんだろう。なんかどうしたらもうちょっとナースっぽく見える。目がもうちょっと離れたらいいんですね。なるほど。あー、じゃあじゃあなんか大丈夫ですか？介護しました。大丈夫ですか？もう水となんか大変。水と あ、見ないでください。ふきふきに。そう、介護だよ。ダメですね。確かに。今日7ならやってないわ、みん。ごめんご。ここにはちょろい方がいっぱいいますね。ちょろばっかりだ。ちょろ。ちょろ。15日からそう本気モードです。チョロですね。すいません。こんばんは。似合ってますか？急にどうした？なんか今日イベントがあったんですけど、来れてない方がなんか来たのに予定狂ったっちゃったり、ミー自身もあまりコスプレとか長らくやってなくて、なんか申し訳ないなと思ってやっちゃった。全身。はい。ほいほいほい。
ワン。いや、ワンピです。足見えた？あら。めっちゃ長いですよ。当たり前じゃないですか。今日は水ですね。今日は水でした。暑いから飽きた。今日は水でした。いや、これは普通に。いや買ってきたものがコーラと水だったので、水を置いて、あと実はこれはメールで送りますね、写真は。仕込んでない。本当に仕込んでない。みーの今日の夜ご飯見た？みんなちゃんと自炊してるでしょ。ちゃんと自炊してたでしょ。でしょ。これは今日買った。うん、今日お米も買ってきた。えらい、レレレ。料理できるんですよね、こう見えても。まだ続いてるので、ぜひ経過知りたい方はミニミニメールとかで撮ってみてください。今日はなんか大根の、アンピーが来た。じゃあアンピーに、アンナちゃん痛いところある？注射で治してきて。ピン。アナちゃんのピン。メンバーにね、言うっていう。ピー。逆かー。ピー。キュー。ダメだ。ピー。どう、アナちゃん。今日アナちゃんに借りたんです。今日見に来てねって言ったんよ。さっき、ちょっと会ったとき。ショールームやるから見に来てねって言ったの。優しい。ぜひ皆さん、アンナちゃんに最高です。嬉しい。ぜひ皆さん、アンナちゃんの配信にも見に行ってね、今度。めっちゃ美人で可愛いから。オタク出てるよ、アナちゃん。ありがとう。みんなお礼言って。ありがとうって。じゃないと、もうみんなこんなね、でも見れないので。確かにアンナちゃんが着てる時はもなんかもうちょっと雑清掃みたいな。みーが着るとなんかお姉さん感じになっちゃう。綿棒とかで、オラ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 。丈夫ですか？綿棒。
みんなイヤホンつけて。アナちゃんギフト投げてる。嘘。分かんなかった。本当だ、ハート投げてるわ。終わり。遠征もある。15日から7並べ本気出すので、ぜひぜひ。今日はデレデレです。ずーっとキュン。朝並べてないです、ごめん。最近はね、朝も並べてない。でも15からはちょっと本気出す。ずーっと一並べしちゃう。かわいいギフトありがとう。なんかミーがコスプレするのもすごい珍しいので。あー光、あ、この中にリップが入ってる。リップ&チークだったか。なんかたまになんかリップ&チークって爪の中入るから好きくないですね。ヒッピーさんの写真あるよ。ちょっと自撮りしますね。確かにいつもすぐ終わっちゃうから。でもさっきも自撮りしたんよ、三脚に立てて。15から、そう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 。それまでね、レッスンとか自主練とか結構あるから、やんなきゃいけないこといっぱいあったけど、うん。暇なので。水？やば。ちょっと今写真撮ってる。明日注射？大丈夫ですよ。私が優しくしますね。めっちゃ痛そう。うん。キッチン。なので、明日送ります。点滴長いのは嫌です。長いので嫌ですね。可愛い人ありがとう。大さん、無口打たない。これは書きました、ほくろ。あ、似合うギフトありがとう。1600円。うん、見ないでください。嘘。見ないでください。オカミさんハートありがとう。明日ツアーだ。あ、かわいい人ありがとう。ありがとう。あ、
ハッピーとベイビーさん、うんうん、ありがとう。見るなよ見るなよ本当ありがとうございます。うん、なんかナースっぽいさのワードって何ですか。どんな言葉あるなんかなどんなことがあるんですかね。キュンデスありがとう、飲み会ありがとう。なんかどうやったらどういうのがいいんですかね。確かに猫耳よりはまだよかった、いいよ。血圧がちょっと高いらしいのでエイミーしてください。エイミーしてください。あ、そうだね。昇格したらみー、診察してあげる、みんなのこと。では安らかに。嘘だよ。嘘です。嘘です。嘘です。可愛いギターありがとう、なーちゃん。よかった。お薬にはコーラを出しときますね。ちゃんと飲んでください。言わせないでください。これはどうしようか、何時までやろうかな。ちょっとやめ気が分かんなくなってきた。恥ずかしいです。やめ際やめ際、そうコーラです。ちょっと今休憩ナースです。かなちさんありがとう。治療は難しいので自分でやってください。自分でやれよ。めっちゃ白飛びしてるよ。自分でやれよ。ミリ病治んなくてよくない？治んなくてよくない？ねえ、なんで治ろうとしようと、なんで治りたいと、何言うと。自分でやれよ。ごめんね。あ、ごめんね。何音？何音？さっきから。スパルタです。スパルタ。もう見ないでください。2000人も。スパルタです。ビシバシビシバシビシ。ピシパシピシパシピシパシ。何倍によると？さっきから。も
仕事中やけん話しかけんねって言っとうやん、さっきから。なん？なんでずっとドキドキしとうと？早く直さないかんやろ。ちょっと無理や、美しい。なんでさっきから脈上がっとうと？なんかあったと？なんかあったと？これで満足ですか？なんかあったと？はい、こちらこそありがとうございました。黒歴史。私無理です、もうできない、もう無理。できない、無理、見ないで。でもめっちゃ飛びしとうな。こうしたらまだマシ。白飛びしてない？でもキッチンが見える。診察しません。確かに。でもなんかラップとか見えちゃってるな。はあ、無視します。無視しちゃった、ごめん。無視しちゃったよいしょ。で、光がいいですね。ミのコスプレ慣れてきたらダメです。慣れさせません。はい、もらい済み。はい、もらい済み。放置してました、ごめんなさい。なーに？なーに？ん？何ですか？何ですか？もう終わろうかな。じゃあもう終わります。
お腹空いてきた。あ、麺もね、あるんですよ。麺の冷蔵庫が主婦感めっちゃあって、やばい。今日のお昼、夜ご飯の残り。今日は料理酒と醤油と、なんかあとは大根が安かったから、大根と玉ねぎをなんか炒めたやつと、あとはおひたし作りました。おひたしと、味噌汁を作りました。ですかね。ピース。煮物も作りたいですね。あ、肉じゃが作ろうかな。今日はそれを作る。もうぜひミリミリメールをね、撮ってくださったら、もばめに写真を載せてます。でもなんか最近はなんか結構ミーの中で4種類は作ろうっていうルールがあって、野菜とお味噌汁とご飯とメインを作ろうっていう っていうあれはある いつでも お嫁にどうぞ。で、出会えるのかしら。いやでもなんかそれはそれでなんかね、量が多すぎて食べれないから、なんか悩みめっちゃ。あ、今日トマトも今日は作った。ミニトマトをちょっと切っただけです。今日はトマトも。最近ご飯をね、めっちゃ 冷蔵庫してある。次キムチをか、明日は豚キムチを作りましょうかね どこの病院？STU っていう病院ですよ。キムチは今日ないよ。キムチは今日ないです。皆さんは自炊するんですか？なんか今日永遠にお腹すく、もっとお腹すいちゃった。くしゃみ。求人は出てないです。まだみんな、まだ先生がなんかいらないって いらないって言ってた。だからない。弁当作ってるすごい 昨日天ぷら、あ、いいね。麺も。明日は鶏肉と豚肉があるので、なんか、あ、親子丼作ろうと思って で、なんか漬物作りたいなと。キムチ、豚キムチもいいなと思って。いいですね キムチは作れない。なんか試食？さあ、すいません。やばくないですよ。
私の料理を食べれるのは未来の旦那さんですかね。未来の旦那さんしか食べれない。みー昨日ね自炊したんよ夜。でもちょっとズボラ飯すぎて、ズボラ飯すぎてちょっともう無理だった。昨日はねなんかうどんをうどんの麺に白だしで卵をかけて食べました。レンチンです。あのレンあのすごいめっちゃズボラ。でも美味しかったからいいんです。に昨日は大根を食べました。そうこれはめっちゃ美味しいんですよ。もういやみんな白だし買った方がいいよ。みーよねミリミリメールで見れますよ。未来の旦那さんいっぱいいますね。なんかいっつま if 系みたいな。多彩性みたいなね。白だし万能ですよね。めっちゃ白だし使っちゃうもん。白だしと醤油って万能。かわいいってありがとう。ミニアちゃんまるちゃん嬉しい。納豆も万能だね。まあ何が万能ってキムチだよね。エッグダイマ何それ。ぜひぜひ。あーごま油もいいですね。あブログ読んでくる。看病しませんよ。辛いの好き。辛いの最近食べれるようになったけど辛すぎるのは食べれんまだ。み苦いのも食べれん。みめっちゃ甘党や。甘いの大好き。なんか昨日からずっと甘いの食べたくて。いや辛すぎるのは食べれない。あ、でもね、ね聞いてみんな。辛めは確かに。そう、なんかみーはなんか最近ね、なんか高校の時お弁当だったの。高校の時にお弁当やったじゃんみーの学校が。その時にねいつもこれが入っとったら嬉しいおかずナンバーワンがあったと。いつもね。でそれをこのなんか最近よくスーパーフライパンが家に届いてからめっちゃスーパー行くようになって。そしたらあったの冷食のところに。うわこれやんと思って買ったんですよついこの間。じゃがじゃがじゃん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 。これ超おいしい。てかご飯めっちゃ進む。1個でご飯めっちゃ進む。なのでぜひ皆さん買ってみてください。めっちゃおいしい。これめっちゃおいしい。これめっちゃ美味しい。買ってみ。わかるよね。てか高校の友達もいやいやいや広島限定じゃないと思う。めっちゃ美味しいです。全国で売ってるよ。買ってみな。もう弁当に入ってたらもうめっちゃみーは喜ぶ。
いや、なんかみーはこれ友達のお弁当に入ってて、それでみーも真似して買ったみたいな。めっちゃ美味しいんですよ。どこのメーカーなんだ、わかんない。みーは座っとうよ、座らせてください。違う違う違う そうで、なんかみんなやってた、みんな同じやつ入ってた。何かに そう、真似して買っちゃった。あ、めっちゃ美味しい。みーマヨラーだから、みーめっちゃマヨネーズ好き お浸しにもマヨネーズかける派人間だ。そう、マヨラーです。マヨラー、マヨラーイマイズ マヨネーズ大好き。あ、ポテサラも好きですね。確かに、みあんなちゃんと一緒になんかナース配信したいかも。そう、天つゆにマヨネーズ、焼きそばにもマヨネーズ絶対かける。あ、そうそう、お弁当の中に入れとけば解凍されるやつ マヨネーズ飲めるぐらい好き。え、でもなんかね、最近みーの悩みはなんかマヨネーズでっかいやつを1本消費できないから、地味に小さい、あ、マヨネーズどうしたっけ、じゃじゃじゃん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 、みーの好きな酢 雑穀酢めっちゃ美味しい ねんねんねん、雑穀酢 これは100円前後で買えます、この量。雑穀酢は何にでも合う。なんかみー生玉ねぎをなんかよく食べるんですけど、なんかその中でこれはね、癖があんまりないっていうか、なんかつく、まあ癖あるわ、でもなんかね、使いやすい そう、これは料理に使うやつですね。なんか何かとして、なんかこれはみーはよく生玉ねぎと、これあるあの酢と、塩コショウとかを混ぜてトマトの上にのせて食べてる、よく メールとかでも送ってるかも。あ、宣伝人見てて見ないで。ですかね、酢とかなんかよく使うかもしれん。確かに中華でバイトしてたから。あ、最近麻婆豆腐も作っ、しかも茄子麻婆を作りましたね。茄子麻婆だ、茄子麻婆作った。うんうん、
エビチリはなんかね、あ、最近ミーが作りたいやつ言ってもいい？ミーが作りたい、最近作りたい料理はニンニクに肉味噌ちょっとしかない。最近作りたいやつはあれです、なんだっけ、オリーブオイルひたひたなやつ、なんだっけ、ちょっと調べ、あ、アヒージョだ、そう、なんかこれなんかファンの人の名前関係なしに、のアヒージョがめっちゃ食べた、なんかいつだろう、めっちゃ前にアヒージョ食べた時にめっちゃ美味しくてね、そっからめっちゃ好き。この前の公演、ああ、楽しかった、みも楽しかった、ありがとう そう、美味しいよね、作ったことないんですよ。この前エビのアヒージョを食べてめっちゃ美味しかった。なんかパンラスクをつけるバケットか、そう、バケット2枚も追加しちゃったもん、めっちゃ美味しかった。だから今度お家で作ってみますね コーラでも飲みます。去年の11月くらい、なんでだ お料理配信しません、いたしません めっちゃ鬼、いたしません、だって下手やもん。あ、明日コーラに作ろうと思ってたんだ、明日はコーラの煮物を作ります、コーラ煮を作ります、いたしません 私失敗しないので そう、鶏肉もあったので、なんか鶏肉があったのでちょっと消費しようと、いたしません、テレビつけっぱだ、そう、いたしません 甲羅に美味しいよね、身大好き、いたしません 3000人も見てる、みんな何を見とうと、みんな、みんなどこ、めっちゃ鳴る、わあ、びっくりした、急、大雨、そう、広島今ね大雨中なんですよ、もうびっくりした、本当にびっくりした、びっくりした、家にある携帯全部から消えた、
んだ今。しかもなんかさ、こう警報の音ってあんま好きくない？ドゥ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 、なんか悪いことしてる気分になる。怖かった。本当にびっくりした。大丈夫です。みーはこういう時のために避難グッズもちゃんとあるので。こんばんは。明日は香川本当にあるとかな。今日朝も鳴った。そう、切るとかできるな。あ、みーね みーね最近ね、これ だってこれリコちゃんなんですけど、なんかみーね、昨日でね、じゃあ最近は七並べのこうしてトゥトゥンってするとスクショできるね、あれにしたんですよ。ほら、後ろ2回パパンってやると ここんつうのね、スクショできる機能にしたんです、昨日。かっこよくない？ で、後ろ123って押すとロックになるんですよ。かっこよくない？ このリコちゃんダメ。このリコちゃん。そう、すごくない？え、すごい、なんかここピカピカしてる。なんで？123。あ、これお腹はタオル入れてるの。そうそう、びっくりした。どうやって切るの？この格好で避難所は行けないよ。これどうやって消すの？ねえ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 。このまま設定で消せる。どうやって消す？消したら確かに、あ、危ない、画面が見えちゃった。見ないんで左にスワイプ？どうやって？違うよ。怖かった。でもなんか後で Google で調べながらやろう。怖かった。ナースね、いやー怖いです。逃げる場所ってどうやって調べるの？お風呂ね、いいことに これ終わった後すぐ入ろうと思って
めてあるんですよね。これは運がいい、いいことか分かんないんですけど、めっちゃ怖かった。そう、めっちゃ鳴る。これどうやって消すの？ちょっとメンバーに LINE します。はい、もらい済み。ちょっとメンバーに LINE、 こういう時はメンバーに LINE です。怖い怖い。ちょ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 ち
で、いやいや、嘘です。で、配信終わったらちゃんとちょっと詳しく調べます。あ、なんか今日腕いい感じですね。あんまり荒れてない。いつも荒れるからね、なんか。ツアーとかで、なんか、そう、ちょっとほんのり赤いかも。ツアーとかでいつもさ、なんか、着てるんですけど。確かに、プニってはいるよね。焼けてないわい。ずっとお家いるから。プニってないです。プニってないです。こんぐらいが好きでしょ？ 嘘嘘。ちょっと痩せなきゃだね。こんぐらいが好きですよね。怖かった。本当に怖かった。どのくらいでも好きです。それは嬉しいです。そんなに好きなら。加入した前。なんか、嫌です。何もない。めっちゃもののけ姫見ててさ。テレビつけっぱだからさ、めっちゃもののけの声が聞こえる。多分今結構いいところなのかな。なんか最近無音が嫌なんだよね。そうそう、金曜ロードショー、金曜か。ダンスありがとう、錦アナゴ。錦アナゴ、ありがとう。年日配信 見てくれてありがとう。みんなもナースだから、ナースじゃなくても見に来てね。デイサスハートさん、ありがとう。 ナースじゃなくても見に来てください。釣ってないです。見に来てくれますか？うーん。
もう何回、もう、怖い。大丈夫です、みんな逃げるから。こういう時に逃げます。実家、帰れないよ。大雨、皆さん、みー以外の広島に住んでる方も気をつけてください。広島や県以外にいる人も気をつけてね。ちゃんと着替えますよ。今日はナース服なんです。チョリース、チョリース。 どう？そう。 なんでこの後お風呂入ってるのも知ってるんですか？怖い。 お風呂です。最近入浴剤を買ったので、昨日の夜入浴剤使って、今日も入浴剤使いながら、なんかラジオでも聞こうかなって。 そう、確かに。いや、でもいつお風呂入れるかわかんないから。エマちゃん、かわいい、ありがとう。でも、お風呂、昨日は警報鳴ったよ。今日の朝とかめっちゃ鳴った、7時とか。え、雨で避難したこととかない？どうなんだろう、した方がいいのかな。水とか止まるの？電気とか？やだ。戻る。どこにいても危険だね。家の中にいよ。外出れないから、どうしようか。ちょっと今の家の中にいよう。 そうそう、ちょっとお家の中に引きこもっときましょう、今日は。引きこもりや。引きこもりです。なんかみんながすぐ死んじゃいそうなので、そう、みーのお部屋は27階なので、まあ大丈夫っちゃ大丈夫ですよね。
悔しかったら住んでみな、タワマンあるある。家に着くまでのエレベーターが1分かかります。悔しかったら住んでみな、タワマンあるあるタワマンあるあるそうです、信じないでください嘘だよ。嘘だよ。意地でも教えなーい。びっくりしたー。もう。めっちゃやられた心臓。レベル4だって。怖かった。あ、変な足っぺかいた。怖いね、こんなのちょっとレベル4だって。何が一番でかいの？何のレベルが一番？あれなの？5が一番上？え？のうちの 4？ 震えてきた。なんか今日のうちにレベル5とかいきそう。怖いな。みー、そういえば電気代払ってないから払いに行かなきゃなよ。このタイミングでこのタイミングで明日とか明後日とかにしようかな。確かにすぐ止まんないよ、まだ大丈夫だと思う。デジャビュー見たいな、桜の木、トゥルルトゥルルトゥルル。今日はさすがにもうお風呂入って寝ます。てかもうそろそろさ、お湯が冷めてきそう。でもみんなも気をつけてね。ということで、みーも5000人行ったら終わろうかな。そう、お湯が。確かに。そう。
じゃあ次は何になってほしいですか？お疲れ様でした。見てくれてありがとう。ダメ。13位、竜中の狼32、夢32さん、11位、2歳、1歳、30位、しきしき大好きさん、9位、サタンさん、8位、としくん、7位、もとなり48さん、6位、のむくん、5位、かずとさん、4位、ジロラガさん、3位、東京 TK 局長さん、2位、小鉢さん、そして1位、わたんさん、ありがとうございました。ではでは、皆さん、チャイナドレス？ダメ。じゃあねー。